はい、それではスマートパチスロットバジリスク甲賀忍法町絆2、天然ブラックエディションの方を打っていきたいと思います。皆さん知ってます？スマスロじゃないんですよ、これスマートパチスロットなんですよ、正式は。みんなスマスロスマスロ言ってくる、多分正式なの知ってる人あんまいないと思うんだよな。この台なんですけども、当然ながら前のねバジリスク絆2は1ゲームも打ったことがありません。なので全くわからないんですけども、初代のバジリスクとバジリスク2は打ったことあるんですよ。何これ、マジで読めない。あ、来た来たぞ。どうやら先生動いたようだな。こっから発展か。なんて、あけみ、あけ、あ、わかった。これで決まる？まだ。当たった。早っ。狙い、狙うのこれ。良い腕じゃね。はい。バジリスクチャンス。バジリスクチャンス。あ、これでいいんじゃないの？これでほら、残り何人かで撃破したらね、高設定とかの。絆であるじゃないですか。まあ今回もあると思うので、それ見といた方がいいんじゃないですか。元気はしない。え、これ残り1になっちゃったよ。ダメ、やっぱダメなんだ。まあでもこうやってね、何もわからない状態で打つ人っていうのがある程度いるわけじゃないですか。だからもちろんシリーズ打ってきてね、分かってる人が打つのは当たり前なんですよ。で俺みたいによくわからない人がどうやったら入っていけるか、ちょっと今これを入っていけるのかどうかを検証します。やっぱ抵抗あるじゃないですか、全く知らないものを打ってるんで。誰も来やしねえよ。なんで後期？なんか引いたかな今。発展。何から？赤い。赤い毎回かな。演出的には弱そうだけどね。あ、当たってる。え、何で？レインボーになってるよ。え、何で当たったんだろう。これ狙わない人もいいんじゃないの。ほら勝手揃うやん。あ、絆ってなってる。さっき絆ってなった。あ、緑、あ、なるほど、黄色みたいで赤ってなってくんだね。ほら何や、超えた。いいよ。あー厳しいな。あ、終わりなんだ。はい、まあまあ、あと巻物も来ねえな。よかった。あ、やっと来た。全然来ねえなと思ったらやっと来たわ。まあまあまあ、あけみ、さっき倒したよな。またエロい格好してやな。甘いわ、来た。はい。ああ、やっぱ当たるんだ。バジリスクチャンス確定。はい。これは見事バジリスクチャンス。あ、でも今回あれか、天然だから天然選んだ方がいいのか、どうやろう。
やいやいやいや、まあ来ねえなこれは。はい、今かもうちょっと前で、おこれを見よ、来い。なんと巻物の次に、これはもう当たったろ。これが当たってないわけがない。もう嘘でしょ。吉田塾ってのなんか見たことある。もう当たってるやつだ。いつこうが、もしやご用心のほど、はいはい、決して消えぬ、発展した、はい、年季を倒せ、年季、はい、当たった、まだか、はい、おお、あ、なんか風がすげえ来た、下から。あ、毎回気づかない。なんで？ちょっと変える？どうやって動かすのこれ？いいや。今のはね、でかいってこと。赤いから、あ、246ってあれじゃね？あれじゃん。設定審査やん。うわ、ここで？あー当たった、やっと来た。残り3だよ、残り3で。あ、でもベルか、ベル揃いだと絆の時ダメなんだっけか。はい、あ、ここからスタートだ。こっからだった。はい、え、なんで、なんで罰が出てんの。参りましょう。揃わねえじゃん。あ、なんか懐かしいな。何年ぶりかに聞いたな、多分これ。はい、4対4、少ねえな。来い来い来いって書いてるよね。どういうこと。うわ、もうこっち2だよ。あっという間に2人やられたやん。お、巻物だ。で赤い、はい、天然のブラックエディションなのに普通に天然負けるだよね。だから主役はあくまでもこっちなんだね。6対4、弱いね。これはもう負けたっぽいな、さすがに。おー打ったわ。やばい、あーダメか。ここで源之助様ってくる、来ない。終わったわ。お、なになんか溜まった、溜まってない。終わった、はい、押す、お来た、いいとこで引いた、いいとこで引いたのか。バジリスクタイム中の方が良かったか。はいはい、届いた、はい、バジリスクチャンス、はい。キャラクター、キャラクタータッチで天然やる、
はい、先生ってどういうやつだっけ。選んだことないんだよな。あーでもやっぱこれ何、生き返るってこと。生き返れば当たり。おー、びっくりした。おー、びっくりした。おー、音でかいってば。我が宿念は不滅、宿念不滅。はい、オッケー。揃わないんだよ。あれ入れたいんだよね。なんか今回搭載されたなんか宿念タイム、タイム50杯以上らしいよ。6対4しか出ねえのよ。あ、緑来た。あら、あさあ、あ、2人撃破しちゃった、いきなり。4対4でどうなる。この組み合わせ関係あんだよね、多分ね。これで、うわー、ここで負けるのが、さっき揃ったのは、うわ、そしてまた巻物などに強敵引いてる。さすがにここは頼むよ。うっそ、なんかまた溜まってる。俺の巻物と境地返してよ。はい、では以上でスマートパチスロットバジリスク甲賀忍法帳絆2天然ブラックエディションの方、実践を終了します。初めて打ってる上に前作もほとんど打ってない状態で打ってみて、そんなに悪くはないんじゃないですかね。誰と知識をちょっとずつ増やしていけば、全然打てる台ではないかと思いますので、皆さんも打ってみてください。ありがとうございました。皆さんこんにちは。さあ、寝台実践のお時間でございます。さあ、皆さんもおそらく待ち望んでいらっしゃったでしょう、バジリスクシリーズの最新作でございます。天然を今回はフューチャーしているという、悪そうな感じですよね。ブラックエディション中だけあって、情報がねあまりございません。現段階では基本的なゲームフローしかねないんで、さらにこれは個人的なことを言いますけども、私バジリスク大好きなんですけど、僕が大好きだったのは5号機の2でございます。海岸チャレンジっていうやつね、あれが大好きでちょいちょい触ってはいたんですけども、絆的な知識があんまりないのでテロップの方で補足していただきますので、ファーストインプレッションでございます。はい、まずは甲賀万事谷ですね。はい、まあデフォルトのステージですね。ここは、あ、これは新しいステージですか。これね、原作にはねおなじみのステージなんですけども、ステージというかね、演出、このエフェクトは何なん、何を表してるのかな。今回もバジリスクチャンスからのバジリスクタイムっていう流れ、初代絆からの継承ですよね。それに加えて今回ですね、この宿縁チャレンジというスペシャリティのあるバジリスクタイムがいろいろループして、前作の絆2よりももう凄まじいと。 6.5 号機スマスロですからね。こうちょいちょい弾光って、これはモードしさとか、あ、字が多いよ。はい、これとこれの因果関係とか、こっちはなんか偉そう、なんかこう特約が、あ、巻物ですね。ね、はい、何かが起こるというか近づいておるみたいな感じですね。あ、いいですね。どっちがどっちか俺もう名前忘れちゃった、あんなに原作見てたのに。こら、絆アイコンが出てきましたよ。いがものじゃん。おお、ほら、いきなりこうね、これはバジリスクチャンスですよね。いいね、気持ちいい、この音だよな、この重低音だよ。はい、あ、異色ですね。これもやっぱりいろいろ奇数偶数とか例によってあるんでしょうね。これか、
これか。で、で、天然でなの、これ。はい。バジリスクチャンス。キャラクターを選択して、もう天然、あ、しまった。選択しちゃった。チャンス告知タイムですよね。はい、あ、やべ、歌いたくなってくる。はい、千人切り達成でございます。千人切りした人いる？すいません、余談でございます。ほら、赤いですよ。千人切りしちゃいましたから、もう。やっぱこの赤テロップいいな、ほんと。きたPT 確定でございます。はバジリスクタイム。いいですね。あ、なるほどね。これこれで、はい、追走の時でございます。あ、もうなんかやっぱこの曲聞くと、なんかいろいろもう10年前の出来事、楽しかった出来事、しんどかった出来事をいろいろこのテロップのごとく、あの走馬灯のようにこうさーっと流れていきますね。そうだよな、確か2012年のあのバジリスク2のがリリースの時も確かこの部屋で、それがね、あのパシフィック障害度のあの DVD の収録だったんですけどね、はい、いわゆるバズーカ筐体の初作ですよね。だからびっくりしました、低音に、はい、なんか見せてもらったらこんなでっかいスピーカーが入っててね。まずはあのバズーカの低音に、驚かされました。はい、はじめ4対4でしょ、ええなあ。さあ来ました、ボスバトルです。帰国収集、はい、あー強いね、全然ね。はいはい、終わりでした。まあこんなもんでしょう。内部的にポイント溜まってるそうです。それがどこでこう見れるのかちょっと分かんないですけど、はい、終わりました。はい、本当に終わりました。おーっと来ましたよ、三連チェリー。はあ、あきぎにを倒せか。あ、おお、でんでんでん、はい、積もりました、三連チェリーから。あら、間違えた。お、いきなり三連チェリー引いちゃいました。何人？5人でしょ。何人来る？あ、少ない、少ないけど、はい、誰がいる、誰がいる。あー、そう思う、ちょっと微妙だな。まあステージの期待度変わるけど、このステージはどうだっけ。どうじゃ。あー、復活だし、まだです。ダメ、うそ。三連チェリー2回も引いたのに。あ、これ何。ああああ、なるほど、この弾から。おお、こういうことね。なるほど、そういうことですね。ここは目押ししなくて揃う、疑似遊戯ですね、これ。リールプコプルプル言ってるから。で、ここで、あ、これ揃ったらどうなるの。えらいことになるってこと。これお得やん、これ。チャレンジが出ない状態でベルナビ側ばっかり出たら、そこで増えるっていう。うん、なるほど、面白いな。ドゥーン、このドゥーンが最後まで行ったらオスのジャが出るわけね。めっちゃ増えるやん、ここで。ドゥーン、あ、これ3連でお願い。これはやばくないですか、これやばくないですか、これやばいでしょ。えい、なるほど、うわ、すっげえかっこいい。いやー、これやばいな。はい、で BT に移行すると。
何？じゃあ10人じゃん、もう確定じゃんこれ。はい、えにし、玉が緑です。はいはい、もうあっさりと6人、こっち、あ、1人しか倒れてません。いいですね、いいですね。はいはい、3戦目でございます。はっ、4人、伊賀方は4人、さあ甲賀方は、はい、なんとも言えない感じですね。祝宴チャレンジでズババババーンとやっちゃったんで、これちょっとエンディングまで行きたいけど、もうちょっと時間が、おっとここで強チェリー、3連チェリー、はいはい、まだですじゃないのってなって、あれあれあれ、あら、そうか。というわけでして、ぼちぼちお時間切りがいいところなんで、これにて私アニカツのファーストインプレッション初実戦、ぼちぼちこの辺で締めたいと思いますけども、すごいホール導入が楽しみな、これ忖度なしで言ってますよ。いろいろ期待感はやっぱり膨らみますし、何よりやっぱりユニバーサルさんの、まあ、大物コンテンツのうちの一つですからね。俺は半端なもん作んないでしょう、まあ、とにかく2023年を締めくくるにふさわしいマシンではないかと思われます。というか間違いないでしょう。皆さん年末年始ぜひともホールで天然さんに可愛がってもらったりしてください。というわけで、今回はここまででございました。こんにちは、おはようございます、こんばんは、皆様お待たせいたしました。皆さん大好き、バジリスクシリーズでございますけれども、本日次第に来ております、スマートパチスロバジリスク絆2天然ブラックエディション、まあ、正式名称はそんな感じです。と略すと何ですかね、バジ天然とかってみんな言いそうですけど長いな。今日はね、基本のゲーム性、おっついきなりか、基本のゲーム性としてはご人気だったバジリスク絆2があって、それがスマスロに変わり、まあ貫くために有利区間というか2400枚超えた時に面白いことが起きるよっていうプラスアルファで引き戻しというかですね、エンディングが流れた後に祝音チャレンジ期待度 50% の特殊バジリスクチャンスに入ると。でそこで当選すると天然スタートプラス10人スタート、まあ、期待枚数がどんぐらいですかね、結構あるんじゃないですかね。これは繰り返していくととんでもないことになると。まず違いはバジリスク絆2だと、コイン持ちが多分45ゲームぐらいあったと思うんですけど、それぐらいめっちゃ引くやん。でそれが31、2ゲームになったのかな、機械割りが6だけアップしてるんで、コイン持ちは悪くなってるけど機械割りが6上がってるんで、相当出玉感っていうか、なんて言うんでしょうか、純増は 2.9 枚で変わってないけど、コイン持ちはその下がってるのにそれだけってことは AT の回数が増えるというか、そんな感じになってんじゃないかなと思います。これ相変わらず弱い演出ですかね、水難はね。あとは通常の演出はほとんど変わってないっていうことなんで、そこら辺もね、まあ、どうなってるか確認していきましょうか。通常ステージは伊賀つばがくれと甲賀万事、これを通常時定格時っていうのはここら辺を、まあ、行き来するのも変わってないのかなと思います。このね弾もあるしね、もう基本は変わってないですかね。そうですね、あのね、私ね BC 当たらないんですよ、そもそも。おつ、私が負けたらおつ、お望み、びっくりした。一夜の年季を倒せ、あ、年季ね、年季はどんぐらいなんだっけ、バジー絆2だと 70% ぐらいなんだっけ。まあそうですよね。はい、バジリスクチャンス、あ、そっか、今回これ赤頭がこれこお、なんでこれ同色になるのか、あ、同色に変わりましたね。え、通常時から祝宴チャレンジがあるの、いや、わからん。で、チャンスが3回で、これが突破率が 50%? 緑カットイン。
残念。これレア役？ああそういうことね。レア役でも抽選してるっぽいな、この感じだと。強制？違う。めっちゃ低いやんね。意外とカットインしないのか、たまたまかな。いや、レア役どんぐらいの確率なんだろう、当選率ね。あ、なるほどね、カットイン成功しなくてもあるのか。天然スタートで 80% ですかね。ストックがどんぐらいあるのかちょっと分かんないけど、これも変わってないですね、シナリオ管理のゲージというかね。前作がシナリオが16パターンがあったのか。シナリオの示唆がありますよね、突入時追走の時が終わってバトル始まる時。これ、あ、これは普通っぽいね、背景紫で。6対 6？ おお、10人だ。そうかそうか、10人からスタートの絶対ね。前作は4人下がる時点で継続確定で、まあ、10らの時点で継続確定だけど、まあ、これどれだけやれるか、完全勝利目指そうというところ。ってことですね。レア役、レア役。前作と同じならばおぼろのナビ変化で、リプレイだったら継続確定。まあこれで継続確定だけどね。あ、5人やりましたね。そこら辺もまあ変わってないんでしょうね、多分。普通偶数。やっぱやれる人はな、ここでのレア役の引きが天才的なんだよな。こういうことですよ。強調めっちゃ引くやん。今じゃなくてさっきだったけどな。天然から喋り出すだよね。いいね、チャンスアップ。まあ継続が確定してますけど、当たってなかったか、強調でね。互いの血で語るのみじゃ。やばいやつだね。全然余裕っす。死の波。もうストック数ですね。まあ、赤頭が2回目、赤頭2回目で、バジリスクタイム中の変化も引き継いでるのかな。白、白か。まあ、でも一応変化はするってことは、シナリオ予測ができるのかな、前作と同じなら。レインボーだったら、まあ、激闘か無限かみたいな感じだと思いますけどね。そこで判断滅多にできなかったような気がするけど、でも変わるっていうことが分かりましたね。きついですね。だから天然頭が以前までいう青頭になるのかな。どっちなんだろう。
青じゃないからね、紫だから。どっちがその、まあ、グーキの、まあ、これ多分またテンパイボイスはあると思うんだけど、グーキのあれ、まあ、1はだいたい振り分け 50%50% で、偶数は赤頭が多くて奇数は青頭っていう感じだけど、これをどっちと判断するのかちょっと分かんないな。それも引き継いでるとは思いますけどね。今のところ赤頭、紫頭、天然頭で、今回は BC の天井が333ゲームでめちゃくちゃ浅くなってるんで、まあ、もちろんハイアナする人もいるだろうけど、ただ次を目指そうって思う気になれるゲーム数なんで。あ、今気づいたけどこれボタン丸になってんじゃん。ボタン丸です。絆2との変更点、ボタンが四角から丸、大切です。もうこれからユニバーの台は全部丸でいくんでしょうね多分。だからもう今回でもボタンが丸だよって話は最後でいいんじゃないかな。つくづくこうユーザー目線で変えてってる気がする。ユーザーからの意見があったものを社内会議してどっちがいいのかなとか議論して変更してる気がする。これが絆2と一緒だったら、今回の天然ブラックエディションも13戦目は継続確定、安心ゾーンですよね。前回天然スタートだと無限だったら13セット目までいくけど、そこから 50% で激闘だったら 80% 程度がずっとシナリオ続いてって、でそこを14戦目からもう 80% だよね。やべえな。やばい、あよし、とりあえず14戦目突破。これも 80% かな。そういうモヤモヤ系好き、悔しい系。からの来た、初めてだな水槽の時で。赤旗も多いな。黄色だ。変化するっぽいっすね。これで分かった。これはだから絆2を引き継いでますね。まあその内容は知らないけど、どう引き継いでるか。あ、これはもうあれですね、 80% でしょう。偶数だ。小室ちゃん喋ってます。これまでじゃ健之介、ここで全ての決着をつける。あ、残り37枚だ。これここで負けたらどうするの。おお、やべえやべえやべえ、おいおいおい、やべえ、あぶねえ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 、ふぅ、やばくね、負けたの。
やばい、初打ちいきなりエンディングなんですけど。静かじゃん、エンディング。やっぱりいいですね。伊勢さん、90枚。18戦ですね。で、駿府行って、いわゆる今回の大目玉、ここからがもう祝宴ループ。今回の目玉なんですけど、祝宴チャレンジの 50% 突破してエンディングに行って祝宴ループです。やばいっすね、やばい。これで 50% 取れるか取れないかみたいな。まあ、さっきもそうだけど、さっきまで 50% 取れなかったらただのガチレスタイムになると思うんです。これどうなんだ、祝宴ループを 50% で取らなかったら通常の BT に入るのかな。電気見ましょうか、センターまでね。色になるけど、これ赤なんだね。あ、こうなるんだね。あ、そういうことね。おすすめ、これ熱いぞ。ほらほらほら、カットインになってもバジリスク。はいはいはい、行くぞ。やってまいりましたけど、これはもうだってさ、流行らないわけないです。流行らないわけない理由をお伝えすると、まず、まあ、ベースが絆2であるということ、ほとんど演出の流れ等々変わってないと思います。まあ、細かい部分変わってるかもしれないけれども、基本的に絆2を打ってた人はもう簡単に入れるだろう。でプラスアルファで祝宴ループもしくは祝宴チャレンジというのがプラスアルファで貫き系で搭載されてるっていうのはもう、そりゃそうだよね。まあ、ベースが低くなってるけど設定の分引き上げ2%ぐらい上がってるのかな。他の設定は割り自体は変わってないけど、やっぱそれだけ荒波スペックになってるってことで、素晴らしい出来なんじゃないですかね。実際まだ詳しい数値が出てないから何とも言えないですけど、まあ、僕としてこれさえクリアしてればもっと確実っていうポイントとしては、絆2より設定6の推測がもうちょっと難しくなってればさらにヒットするんじゃないかなという感じでございます。僕の話ですよ、これ。初代号機絆がなんであそこまで流行ったかっていうのは、設定6の推測の若干難しさがあったと思います。偶数偶奇ってよく言われるけど、まあ、結局長いこと打ったら分かるんだけど、まあ、とにかく4と6はね非常に難しかったし、それぐらい6号機なんでなかなか難しいかもしれないけど、絶対に6使われる台数入るじゃないですか、絆2ブラック天然ブラックエディションに関しては。だから6が使われる機会が多い中で、たまに埋もれて探して開いたりするとか、4なの6なのどっちなのとか、まあ、そういうぐらいの感覚の設定推測ぐらい、まあ、確定はもちろんね、あるとは思うんですよ。その演出バランスは多分変わってないと思うんで、実際の挙動の話です。もうちょっとバジリスク絆2よりも分かりにくく設定とかなってれば、さらに稼働が上がって楽しいんじゃないかと。そういったところでどん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 稼働が上がって楽しいってなるんじゃないかなと思います。まあ、今日たまたま面白いとこしかやってないからとか言われるかもしれないけど、いやだってダメな理由なくね。久しぶりにベタ褒めっすね、これ。ユニバさんで AT 機ベタ褒め案件、基本的に忖度はしませんが、確実に稼働貢献は長いでしょう。ダメなとこほぼほぼ見つからなかったっすよっていう感じで、めちゃくちゃ楽しみです。スマートスロットバジリスク絆2天然ブラックエディション、スラクシアをお送りしました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録
高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。